ハロー皆さん、どうも。 PS2 版新女神転生3ノクターマニアックスクロニクルエディション続きやっていきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ行きましょう。銀座から池袋に来たところでセーブしておきましたと。でレベリングはほぼしておりません。はい、ここじゃないわ。ですね、あの池袋公道に向かいましょう。あそこもね、あれですよ、鬼が出てくるとこわかるかな。まあ、ちょっとここもね、わからんところがあるかもしれないので、ウィッキは見ていきたいと思います。はい、わからんところがあったらね、ウィッキを見ないとですね、私このメガテン3マニクロクリアできないと思うので。無印の時はね、なんか知らんけど適当にやってて最後までいけたんやけど、ほな覚えてないしな、ほぼそのダンジョンのギミックとかに関しては。だからご了承くださいませ。はい、でこっから出るんじゃない。あ、どこだっけ、あれ出口がわからん。あ、逆か。さらにもう一個こっちかな。はい、でここのマガタマかな。あれはまだゲットできてません。調べたらマガタマですね、やっぱり。力を、素の力を20何歩に上げてから来たらマガタマが手に入るってやつですね。それ、そんなんだったわ。まあ、敵自体はね、無印よりは雑魚くなってるんですが、マニクロと、てかマニアックス以降は。うん、これかな。下のあれなんだっけ、忘れた。あれかな、あそこ、あー名前忘れたわ、下んとこここか、懐かしい。俺この時点で空風林とか作ってたと思うんですよね、無印やってた時は。ただ僕のパーティーにはまだ未だに大国主とか、セタンタすらいないっていうこれちょっと、だから浅草ついてからね、作っておきます。セタンタとかに関しては。もうパワーとかもなぁ、すっ飛ばしてきてるのがちょっと気になってんねんなぁ。パワー、まあバフォメットはなぁ、ともかく、パワーとか作りたいなっていう感じがあるんです。はい。まだかな、どもが奥へ向かったよ。ここは、クソうざったい鬼とかが出てくるとこやな。ちょ待て、俺マガタマ、あいつら物理中心だったと思うから、俺のマガタマってこれ氷結無効とかになってるでしょ。氷結、まあでも最初これでええか。ボス戦とかの手前で帰りゃええんじゃないかな。静かなとこですね。いや、俺、生まれてこの方、関東地方に行ったことないから、もう関西、西日本から出たことないんやけど、修学旅行以外で。マジで。一人旅とかもせんからな。マジ関西地方から全く出てないからね、私。だから関東とかも未知の土地ですよ。全くわからん。そうですね。あ、明るく照らすもの、ものじゃないけど、ピシャーチャがいますので大丈夫です。いや、ここエストマいるなぁ。ちょっとウィキで、ここに登場する雑魚敵見ます。スライム、スダマ、ブロブ、ケルピー、ブラックオーズ、ヌエ、ヨモツ、シコメ、サルタヒコ、モスマンか。まあ、全員作れるな、作ろうと思えば。モスマンもちょっと作ろうと思ってるので、いいか。レベリングいいや。ここはとりあえずクリア優先でいこう。雑魚敵倒すより。うん、見たこと。スライム。まあでも、モスマンちょっと見たいな。モスマンね、可愛いんですよね。気も可愛いのよな。他は、まあ、ヌエとか、ヨモツシコメも別にいいや。じゃあ、こっちからまず、右側からね、攻めていきたいと思います。まあ、エストと、ここしか入れんか。
うわーおー出ました宝箱マジか。いきなりちょっとピシャーチャの MP がまずいことになってしまうが、ひとしらめっちゃかっこいい、輝光り輝いてるかっけー。なんかエーペックスとかのスキンにこういうのありますよね。ヘムロックのスキンに、ヘムロックだっけ忘れたけど、チャクラポットか、ナイス。まあここはそんなにブチギレる要素はないんじゃないでしょうか。ニヒロ機構見たくね、もうニヒロ機構はもうブチギレ案件ですよ。あれウィキ見て1時間って言うたけど、正確にあのカット編集してないところ見直したら50分かかってなかったっすね。まあそれでもね、ウィキ見ながらかかりすぎやって話なんやけど、ちょっとウィキと俺の相性がねすこぶるクソだった。そこのウィキに書いてある内容と俺のアホってか頭が追いついてないっていうね、ウィキに。やめちまえって感じだったんやけど、あの時も俺もうメガテン3やめろよと自分で思ってた。鬼さんバトル、鬼だ、鬼が出たんだ。いや俺も鬼だけどこの先で面白いよお前。しかも4人組ですよねあの人たち。いや鬼面白いね、ええキャラしとるわお前。あ、ターミナルか。ここにターミナルがある。さあ、ターミナル解放していく。外に出ていく。やっぱエストマがあるだけで、快適さが全く違いますな。ただでさえエンカウントゴミなのに。まあ、ただここでね、敵に出くわすのやっぱうざいな。うわ、嫌な音。嫌な音やな。で、ここは何もなし。はしごがあるだけ。ちょっとこの B2 階、地下2階を解放していきます。まずは。で、これで行くとこは一つだけと。OK。ティリ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 ティ。まあでも鬼やからな、物理なんじゃないのかな、ここ。クソうざい、なんだろう。全体攻撃を使ってきてるんです。来てたと思うので。ここは B さん。ちょ、これボス戦だったらボス戦って出てくれるよな、表示が。出んのだったらマジクソなんだが。さあ、デカジャー。え、デカジャーいるん、ここって。えデカジャー持ち誰もおらんぞ。おい。やべえな。デカじゃないんやけど、うち。なんか出た。あ、モスマン。モスマンって話しかけるんダメだったよな。しかも仲間いっぱいやから無理やと思う。でも話しかけちゃう。コロース。コロースやっぱりね。硬い。かわいい。さあ、ちょっと薬師兄ちゃんの声を聞きますか。さあ、本日一度目の薬師兄のかわいいかわいい声。やっぱ薬師兄マジ声かわいいんやけど。声優誰だろう。めっちゃかわいいな。2003年当時の声優。サキュバスとかの声優も誰だろう。なかなか広いじゃないですか。で B3 階、はい、ここにはしご。やばやばし、ちょ竜巻で飛ばしていいかなこれ。竜巻効くかな。ちょ待って、モスマンって大丈夫かこれ。火炎と呪殺が無効で、ブラックウォーズは呪殺対物理電撃。なるほど、竜巻で飛ばしますね。モスマンかわいい。ヌエが出てくる。ヌエあんな声なんやな。キエーとか言うてる。さて、ここは力を伸ばしますね。ちょっとマントラ軍のとこのね、マガタマ取りたいので。で、氷結無効はまあそろそろアイスブレスがいらんかなって感じなんですが、うん、これアイスブレスどけていいかな。もう竜巻あるし、いらねえ、いらんわ。アイスブレスどけよ。体力大丈夫か。大丈夫大丈夫。で、行き止まりか。一番いっちゃん遠いパターンやな。で、解放してない。こっちを解放していない。
なんかすんげーボス臭い匂いするけど、これちょ待ってよ、 B 何階でボス戦、これ B4 階で、近畿と、あ、じゃあまだか、近畿 B4 やから、ここボス戦じゃないっすね。わー、何これ、え、 B4 来たんやけど、は、これはどこですか B4 階、ちょっとあそこに入る前に、B4 階を確認していこう。お前うざいな、モスマンさん、可愛い顔して出てこんといてくれ、勝て、残念、うちはね全員精神無効がついてるんですよね。サキュバスほんまにスキルえぐいわやばいな、サキュバスだけはね失敗作と言っていいですね、マジで大失敗も大失敗やな、申し訳ない。あ、でここじゃあこれかボス戦か、ボスですね。じゃあちょっとマガタマ変えとくか、こいつらはもう物理でしょう、ノーマル、どれだこれかな、カムドにしよう、はた、いい、ナイス、で物理薬師に衝撃電撃、サキュバス精神無効、クジナダ姫大丈夫かなこれ、まあ、バルキリーとかなレベル的にちょっとホルスもメディラも覚えてないから入れづらいし、オンコットは入れてもいいんじゃないかっていうのがあるな。いや、これ、オンコットさん入れるべきじゃないんかな。うん。サキュバス一回のけ、楽かじゃん。ちょっとこれ、サキュバス下がってもらっても、いやー、でもそうか。メディラマだけで回復追いつかれた、追いつくって言われたらちょっと微妙か。ながらじゃないな。スザクもちょっと厳しすぎる。オンコットありやな。いや、まあいいか。大丈夫でしょ。難易度ノーマルということを忘れてはいけない。じゃあちょっとアイテムでチャクラポットで回復して、で、スキル、バルキリー、じゃない、バルキリーディアラマあったよな。これなんかもう誰も使ってない奴らのディアラマでいこう。もし増上点やな。オッケー。さあ来い。あれえ、ちゃうんか。お、ボスちゃうやん。マジかよ。さあ B3 階に戻ってきた。ですね、ここはウィキを見るっていうよりも、うん、ここウィキを見るっていうよりもなんか自力で解いていこうっていう感じの場所やな。うん、なんかここ一回落ちてあそこから戻るって感じかな。やべえ、切れちまったぜ。さあ戻ります。ティリティリリ、もう特に喋ることもなくのんびり進めていけ、うん、ニヒロ機構と違って、ま、お前か、反撃はやばいな、やばい、いやー、サルタヒコうぜー。人気投票した時にサルタヒコって何位になるんだろうな。絶対下から数えた方が早いだろこいつ。可愛くもなければかっこよくもないで、ただただ喋り方がちょっとな、いかついおっさんみたいな。ライトマかな。で、とりあえずここ行ってみます。行った場所覚えてないね。 B4 に、 B4 に行かないかんのだろう。おりんといかんわ。あの、だから B4 に行って鬼と戦闘しろって書いてるので、B4 に行きます。あっちで追うてる？やばい。これがさっき戻ってきたとこじゃない。だよな。やべえ、もう全くわからん俺。
方向音痴すぎてほんまに申し訳ないですね。で、いっちゃん向こうのやつか。あれやな。あれを目指していきましょう。あれ、これ、これかな。おお、先手取られた。はい、サキュバスがかわしていく。竜巻で。はい。はい、残念。バイバーイと。経験値うますぎ。モスマンって経験値うまいのか。で、ここから降りたらどこにいるんこれ。やべえ、全くわからん。あ、初めてのとこ来たわ。さあ、B4 回、初めてのとこに来て。さあ、どっちに行く？まずこっち行こうか。行こうかで行こうかということで、ね。え、これボス戦じゃないよな。ちょ、怖いな。ディアラマしとこ。ちゃうわ。上に登るタイプか。モスマンって俺と同じなんや。嘘。エストマかけてても出てくるんか。やばい、変な方から攻撃した。うわ、やっぱ。ちょっと嫌な予感。嫌な予感がする。お前何してくる？暴れまくりか。暴れまくりだったら全然いいわ。いや、この3体のトリオうざいな。カラフルやし。無駄にカラフル。おし、ナイス。いや、経験値爆うま。あーっと、B5 階に来てしまった。嘘でしょ？ B5 階に来たんだが。回復かな。攻撃。ありがとうございます。回復はしてくれないんですか。回復してくれるお姉さん欲しい。ちょっとやばいかな。バルキリー、いやー、じゃあ増長点のディアラマで、アイテムチャクラドロップ。そんなチャクラドロップあるわけじゃないから。やべえよ、いってーよー。ちょっと待ってーよー。やべえよこれ、勘弁してくれ。Sターミナルや。うん、しゅしゅしゅし。じゃあちょっとここらで一回休憩挟みますか。じゃあ休憩挟みます。はい、ただいま戻りました。続きやっていきましょう。どんなら、あそこに一回戻らんといかんのやね。別にライトもいらん気もするけど、もうな、マップ解放されたし、まあいいや。消えな。ヌエがいっちゃん弱いか。次に回し。オッケー。いやさ、510人ももらえるんか、ここ。第2カルパよりうまいな。第1カルパかな。ああ。もうやめろよ。いや、モスマンお前出てくんな、もうちょっとうざい。さすがに。これはうざい。はい。消えてもらって。進出鬼没すぎだろ、お前ら。40な、50レベル手前で出てくるんか、お前らは。サルタヒコ。オッケー。これボス戦かな、ちょっとわからん。チャクラポットとかも使っていいでしょ。あ、違うん。うわー。いや、いっちゃえ。
ちゃって全然ダメージ食らってないな。オッケー。これはいるな。わーい。あ、来たね。大丈夫かな、メンバーは。で、俺のマガタマも大丈夫と言いましょう。ここやね。おい、ぶっさ。なんだ貴様、俺は陽気、キンキ、むさくるやつめ。キンキは身を伏せている。どうしますか。名乗ろ。お前はね、ちょ、倒します。何、お前が悪魔人間の分際で、弱肉強食、お前を狩る。ディリリ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 リ、まあ出ました。はい、まあいつも通り主人公することないので気合します。で、私も気合します。で、楽化しましょう。あー、喘ぎ声がエロい。スクカジャでもいいな。スクカジャかけようか。物理特化パーティーで。おーい、マジかお前、それはまずくない。あ、2ターンか。たるんだ。うわー、デクンダいるのか。マジか。ここに来てデクンダがいるようになってきた。30ダメ、やばいなこれ。え、30ダメ。30ダメはやばくない。魔法か。いやー、魔法が効く系でしたか。やばいな。物理特化パーティーできてるから魔法、まともな魔法使えるやつおらんねんけど。やべ、防御力下がらせる。寸前でかわす。じゃあこれ竜巻した方がいいっすね。めっちゃ効くな。マカカじゃないのつらいな。薬師に戻ってもいいかもしれん。だ、召喚する手間があるから、まあ気合でもこの人地味にコツコツダメージ与えていくしかないよ。めんどいな、戻す。あるんだとか。じゃあか、いや、スクカジャしよう。竜巻は次のターンにしよう。お前も落カジャかよ。はい、避ける。竜巻、これで地味にねしていくしかない。すごいカスみたいなダメージ。で、メディア、スクカジャの方がいいかな。デカジャは持ってない、臭いですね相手。まあこっちがデカジャ持ってたらでかかったな。これ攻撃は避けれるので、竜巻いいダメージ。で、ラクカジャもう一回かけれたはず。はい、でも特にすることないので、立つ9までもいいか。まあただただ 長ったらしい試合になるな。57、クソみたいなダメージで。さあ多段ヒット、ギロチンカット、回復いらない。ラクカジャってかけれたっけ。もう一回攻撃上がるな。オッケーオッケーオッケー。次回し竜巻。オッケーオッケーオッケー、いい感じ。いやー、あってよかった。竜巻、衝撃紅葉、ラクカジャ、もう意味ないぞお前。いいダメージ。おっと、これはまずい。いや、もう攻撃しよう。もう、ああ、全然食らわん。メディア。次回し。
竜巻。もうちょっとじゃないかな。あ、やっぱりこの野郎、俺様は本気で怒ったぞ。4ターンか。タルカじゃあ、はい、タルンか。はい、烈風波、いいダメージ。ここはキューマですね。キューマ攻撃、お前にもじゃあ逆にタルンダしてやるわ。タルンダ次回し、これで終わってほしいな。終わらないか、さすがに。まださあタルカじゃあ、タルンダ暴れまくり、暴れまくりされて、キューマも使えないのでチャクラドロップ。でこれはもう攻撃3ダメージ。攻撃、竜巻、いいダメージ。なんだこの地味な戦い、クソ地味。もうたるんだやめてくれ。俺デクンダ持ってないんよ。デクンダデカじゃないん、きついな。弱え。うわー、こいつも MP ないやん。マジか、お前も MP ないんかい。全避ける、やべえな。チャクラドロップが尽きるぞ。チャクラドロップが尽きるのが先か、お前が先に倒れるのが先か、何を言うとるかわからんが、もうこの竜巻で終わってほしいね。終われ、終わらねえ。やっべ、デクンダ欲しい。な、持ってなかったっけ俺デクンダのアイテム。お前硬すぎだろ、いくらなんだよ。これ9マする意味ある？え、もう一回9マしていい？これ25以上になってくれんかな。ダメだ、俺の MP があれなんかな、カスカスなんか。もうすごい試合これ。はい、これ以上効果がない。やばい、ちょっとやばくなってきてる。あと1足りない。メディアしよう。あ、全然回復せん。まずい、俺の、そうか、MP のあれがないからや。やべえなこれ、やばいな。タルンダとか使われてるからまずい。これよけてくれるんはね、大変助かる。そうか、俺んだけでなんか下げられてんねん、だからこれあんま吸えへんのやわ。そういうことか、クリティカルでこれはやばい。まあ、メディアしましょうとりあえず。いや回復量バカにならんな。マジか、勝ってこいつ。チャクラポット使うか、キリないかも。いやもうこれ以上下がらんて俺。はい、避ける。あー、マジドロップか。はい、2回使えるか。攻撃、攻撃、
回す、竜巻。いやーお前かてえなマジで。いやちょあまりにもうざすぎるなお前。ちょっともうええか、ご利用していけるだろう、もうそろ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 終わるだろう。やったもう、ふざけんなこいつデカじゃでくんだないってね、やっぱ厳しいっすね。かなり厳しいっていうことが分かった。ひえー、ボロボロやぞうち。まずい、一回これ戻ってもいいかも。ちょっと一回ターミナルに戻って回復しに行きますか。で、次どこ行くんだっけ次。待ってね。近畿倒して B3 の落とし穴から落ちて B4 階で水気と戦闘って書いてるわ。B3 階の落とし穴から落ちるって書いてるな。 B3 階に戻らんといかんの。じゃあその前にまず俺はちょっとあれかな、ターミナルに戻って回復してきます。頼むから敵出ないで。はい、じゃあ皆さんね、しばし、お待ちを。はい、じゃあここでまた一旦ちょっと、回復していきます。いきます。ここでやっと水気か。はい、頼もう。見ねえやつだな。あれ、はい、来た。で、こいつはですね、氷結らしいので、覚えてないよ、そんな。気合で合流しましょう。んーぺい。で、お前はアホやから、アギラ王が効いちゃうみたいですね。アギラ王。ウィークポイント。ヒュー、気合い、はい、気合いしていく。デスク落下者していくか。で、俺がお前にはいどつくと。タルカじゃないのちょっと厳しいんですが、はい、避けると。神クシナダ姫がなんやニュータイプになった瞬間ですね。 G ジェネとかスパロボ参戦期待してます。いいダメージ、いいダメージ。俺って気合いしたか、気合いしたからこうでっけ。はい、暴れまくり。どん6に対して効きます。100ダメージか、なかなかいいダメージ出すやん。89ダメージ、気合い。ちょっとメディラマかけたいところであるが、まあもう一旦耐えてくれるでしょうというの込みで落下じゃするか。はい、まあ、落下じゃ2回かけてたらなんとか耐えてくれる。お前やめろ、ちょ、なんでお前クシナダ姫そんな狙うの。やべ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 、クシナダ姫狙いすぎ問題。アギラをマカカじゃ、やべえ、マカカじゃないのちょっとつらたんやけど、メリラマ外すのはちょっとやばいね。でてウフーラー、あ、薬師に来たか。
いやー、近畿に比べたら物理攻撃が通るのマジ楽なんやけど。めっちゃ楽やわ。ナイス、いいダメージ。楽か。じゃあで、気合い、おいおい元気が過ぎねえか。目障りなんだから消えろや。チンピラもどき、絶対レードブロックしていく。いやお前、口長姫好きすぎだろ。大好きか。はい、アギラをナイスで気合いで、メディラマ、メディラマで攻撃。あ、やべ、気合してないわ。暴れまくり、ダランダンダランダランダンダラン、ぜっ、おい、マハブフーラー、はい、ブロック、気合い、気合いして、アギラを、気合いええな、で、攻撃、キで、メディラマで、次に回すのありかな。まあいいか、ライン引いている。攻撃しよう。はい、絶対レード、絶対レード、絶対レード、すげえなお前。こうアギラを外したらマジやばいよ。あ、ちゃう、まあ、危ねえ。メディラマ、メディラマ、いや一瞬ドキッとしたわ今、怖すぎ。はい、絶対レード。いや、こいつ、クシナダ姫好きやな。気合い、アニラを、攻撃。はい、簡単やったな。お前、どこのもんだ。オッケー。さあ、主人公レベルアップ。これはもう力をとにかく伸ばしていきたい。よし、さあまた一旦戻ってちょっと体力回復してきますか。うん、そうするか。ターミナルに戻りまして、 S ターミナルに1回戻ってターミナル経由して、どっか池袋とかでまた回復していきたいと思います。じゃあまた、カット編集入ります。よし、来たー。ういえ、お前がデュエルマスターズにお前みたいなやつおったわ、水タイプで。いい女紹介してる。はいはい、ヒューヒュー、ノリがいい、ナイスノリ。行ってみよう。おい、もう渡してみようぜ、渡してみよう、面白いね。よし、とっと失せろ。へい、いい女、お前女好きなんやな。嫌だろな、こんなやつとエッチする女。お断りだろ。
ホルスク神々しいわ。気合さあ気合してまあうちにアキシニーという美女がいますがどうですか。ダークカジャマカカジャ、おえこいつ魔法攻撃したいな。はいありがとう。アホだね。いやキンキがいっちゃん鬱陶しかったな今。400にやべ。とっとと終わらせぜい。マハザンが効かない。さあ薬地にもそうか吸収できるのか。すげえ。はーいはーいはい気合い。次ホルスか。うんーな落下じゃでいい。お、いいダメージやるね。タルカジャってこれ4回かけたっけ。これ以上効果がない。かけてた。はい330ギロチンカットいってみよう。639すげえダメージ。メディラマあら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 一番弱いなこいつ。たるんだでも したろか。うん、気合い気合いで落下じゃん。マカカージャン竜巻。ああ悲しいなこれは。アクシナダ姫やばい。回すか。回さなくてよかったな。ホルスそこそこ力あるからミスったかも。はーいはーいメディラーマはーいほぼ全開か。ここは次に回して気合いしていきます。キーホーアホだろお前。やばいこいつ一番頭おかしい。やべえアホでバカで助かる。バカだね君。はい、100ダメージ。気合してたっけ。してたな。ちょ、シナダ姫が一人だけ体力まずいっていうの嫌やな。メディラマ使いたくないんだが。はい、避ける。はい、避ける。いいね。次に回さなくても、まあ、次に回しちゃおうか。え、気合い。あ、ちゃ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 。はい、気合い。気合いしてたよな。ギロチンカット外したら嫌やから、攻撃的。478、ダメージ。で、スクカジャ。で、ホルスは次に回す。はい、こいつ簡単やな。大事な大事な俺が消えると思う。オッケーオーケー牧場へ。一回戻りたい気持ちやがもう戻ったらもう、あ、だからもうターミナルあるけど戻りたくないね。一回ターミナルでセーブしとくか。これyou
ば何々何、ちょっとお前、そこのお前バイコンと同じチャクラドラ持ってないない、渡す。わお、使えるね、モスの上機嫌だ。そのマッカやろっか。380マッカ手に入れた。やばい、ティー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 、まあこのまままっすぐ行けば出口ですということで、はい、やっと運行ギアで、いや長かったな、イライラしながらでもなんとか行これた。ウィキ様様やわ。みんな、ウィキみんなって思ってる人おるかもしれんけど、何べんも言うけど、ウィキミンと僕このゲームクリアできひんからね。申し訳ない。難易度ノーマルといえど。あ、いいんじゃ、ちょっと一旦休憩を、あ、さっきあれかな、回復しとくか。あ、ちょ待って、先にですね、音行儀のあれを見とこう。音行儀は、そうか、工程にしとかんといかんのか。音行儀は毎ターン分身をして分身に攻撃すると、はい。本体に影が出ます。カジャ系魔法だ、デカジャがいると。デカジャ持ってないですね、うちのパーティー。で、ハンマー、呪殺、バット、ステータス攻撃無効なので、無ドーンとか使ってくんねんけど、こいつ。やばくね？無ドーンを使ってくるということなので、呪殺無効のあれがないと、ちょっと厳しいかな。これかな。うん。力がないが。で、パーティーは、呪殺に弱いかー。うわー、やばい。ついに呪殺、系来てしまったなー。ハマ魔力。いや、呪殺無効なやつが誰もおらんな、うち。やばし。あー、クシナダ姫が呪殺に弱いんはちょっとやばい。正味かなりやばい。ホルスもだろ？ホルスも呪殺に弱い。砂丘、薬師に、ながらじゃって回復魔法ないよな。ないよな。うわぁ、サキュバスだけで回復回すんかなり厳しいぞ。テトラじゃ貼れるやつが誰かおった気がするんやけど。あー、なるほど。ただタルカじゃがないか、バルキリーは。こいつテトラじゃ要員としてはめるんありやな。バルキリー入れて、クシナダ姫おらんのね、めちゃくちゃ厳しいです、正味。傷薬。オッケー、このパーティーでちょっと音行儀に行きたいと思います。ほな、ちょっとセーブして、ちょっと休憩挟みます。はい、皆さん、休憩が終了いたしましたと言いますかですね、ちょっと音行儀に試しに挑んでみたんですけど、ボコボコにされてしまったので、ちょっとね、もうちょっと進んでから音行儀は行きたいと思います。うん、2回戦って2回ともボコボコにされてしまって、もうテトラジャしてても、分身がとにかくえぐいので、はい。もうちょっとレベルがね、50何歩とかになってから行きたいと思います。まあ、目安としては、楽趣味とかが作れるようになってから、55とかで挑戦していきたいと思います。ちょっともう呆れちゃったっていうか、もう笑っちゃいましたね。あんまりにも、すがすがしいほどまでに、ボッコボコにされたので。難易度ノーマルでも、やっぱりレベルそこそこ上げとかんときついですね、音行儀。宝玉は、お前な、渡したるか、もうしゃあないな、お前。アホだろ、こいつ。マジで、多分こいつ偏差値絶対、20とかちゃうの。サルタヒコに失礼やけどな、本物の。さ、行きましょう。いや、音行儀はちょっとほんまに、あれやな、他3体とはレベチ。しかも分身攻撃したらさ、分身が消えるんじゃなくて、
自分のターン終了というのもまたいかつい仕様なんですよね。だからここらに出てくるボスよりはるかにえぐいっすね。じゃあこれちょっとあれかな、パーティーは薬師にサキュバス、グシナダ姫と。さあまあ浅草でレベリングしてくるかまたね皆さん。はい、うん、ここもいいの出てたと思うので。あれ合うてるこれ。駅を出てやったー浅草。まあ浅草も僕がめちゃくちゃ入り浸ってたポイントやな。うん、すごい長時間いましたね浅草は。レベリングにもそこそこよし。で、利便性というか、そのすぐにね、回復の泉とか、セーブポイントとか、全所、館とか、ジャンクショップがあるので、隣り合わせに。とても利用、とてもいいとこだと、私は思っております。で、こっちにちょっと一回行って、アイテムがなぁ。こっちか。あー。ああ、いけない。ここかな、浅草。来たー！まあ、僕が大好きなとこ、浅草来ましたね。いいね。いやー、雰囲気最高やな、ここ。鬼とかマジクソどうでもええわ。真似方かわいい。ようこそ真似方の街、浅草へ。ああ、何度言ってもいい響きだ。いや、真似方マジかわいいね。もう奴隷だった頃とは違う。私たちは解放されたのよ。マントラグなんてへでもねえのよ。かわいい。へでもねえのよ。いやー、いいとこ。イライラが一気に収まるな、ここは。行動で溜めたイライラが一気に収まる素晴らしいポイントと思います。さあ、館。さあ、館に登録しておきますか。これ全員登録していいっすね。これさ、もうディオニソスとかもできると思うんですよね。オープニングし。変態。ディオニソスかっこいいよな。俺めちゃくちゃお世話になったのよ、こいつ。あ、パズスもできるんか。キターンはちょっと作りたいな。ばあちゃんも作りたい。オセもできる。やべえ、オセできる。きたー、チーターマンや。チーターマン絶対作るわ、俺。で、ホルス。カーリー。あー、この人か。サティももうちょっとか。で、薬師にはヨモツ戦、はい、ファントムとか、オンコットも、キウンはもういらんわ。スザクでヤタガラス、あ、ヤタガラスもできるんや。で、増長点とかもそろそろ使っていいですね。はい、まあこんな感じかな。まあ一番作りたいのはオークニヌシ、デューニソスかな。サティ、オセ、オセも欲しいですね。まあこんな感じか。はい、ジャンクショップこの人か。マガタマ打ってない。ゲヘナ、うわー、ゲヘナある。お、マグマアクシスだっけ、あの超かっこいいやつ。あれ覚えれるんじゃなかったっけな。まあ、とりあえず今回はここの辺りで終了か。音行儀はまたね、いずれリベンジしたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。じゃあまた次回のね、メガテン3動画でお会いいたしましょう。じゃあ、またね。あれ？ひじり。キザ野郎が。はい。はい。んじゃね、今回はここまでにしたいと思います。また次回のメガテン3動画で皆さんお会いいたしましょう。んじゃあまたね。バイバイ。